金曜日、お花の面談に来られて話してたら、若い方、22歳、まあ小学校からずっとインターナショナルスクールに、中学高校大学、高校で、それでなんと音楽の名門バークリー音楽大学、そこに出られてばっかり12月に帰ってきた。で、動画をちょっと見せていただいた。まあ、シンガーソーガネタ、まあ、英語でほとんどやる。まあ、いきなり帝国ホテルに出ていただけませんかって。まあ、ギャラはないんですけど、水晶少女じゃなくて、こういう方がこれから出てくる、22歳。まあ、バークリー大学って日本には3、4人ぐらいしかいらっしゃらないって、最高峰ですね、いうところでいらっしゃる。まあ、今日は何が出るか分かりません。自分の作った曲を歌っていただきたいということで、お呼びしました。石田マリーさんです。最後になります。どうぞ。お花が大好きということで、今日はお花の方のアクセサリー、レジン店、押し花をブローチにとか、いろんなものをやっていただいています。マリーさんの醸し出す不思議な効果、ちょっと日本語の方が話しづらいような感じかなというのはお見受けしましたけどね、どちらかというと日本語で一生懸命話していただきました、ボストンにあるバークリー音楽大学を卒業して、でニューヨーク大学にも一時期編入されておられまして、そしてバークリーを卒業されたというのを経歴の持ち。それでは石田マリンさん、よろしくお願いします。紹介ありがとうございます。石田マリンと申します。よろしくお願いします。皆様もすごい、なんかもうお花がすごい綺麗で、なんか私もなんかお花がすごいちっちゃい頃から大好きで、結構花言葉とか、いろんな花のなんかちょっとした情報みたいなのを一人でちょくちょく調べるのがすごい好きで、この前知ったのがアジサイなんですけど、私アジサイ実は一番好きな花で、アジサイって唯一その花びらから水を吸う花だっていうことを知りまして、なんかもし花がしおれてきたら、その花元をなんか水に突っ込んだら生き返るっていうそういうことを知って、なんかそれでなんかちょっと歌のアイディアが浮かんだというか、それでこれが初めて日本語で書いた曲なので、ちょっと日本語はちょっとおかしいかもしれないんですけど、よろしくお願いします。Thank you.
ー